はいどうも、かずきです。お久しぶりでございます。皆さん、それでは元気にカブ散歩行ってみよう。てなわけでね、カブ散歩というか元ブログが久しぶりのような気がするんですけど、で撮ってるんですよね。撮ってるんですけど、ちょっとマイクの調子が悪くてボツになるっていう動画が3本ぐらいありましてね、一回確かめてからやればよかったんだけど、よく端子が刺さってなかったっていう話そういう話が出てますけどはい、では株2号で走ってるわけですが報告があってですね、株1号株スーパー株180なんですけど、あれが見事に売れまして無事売れましたっていう方向ですねまあよかった、クロス株の資金になると思うんでねまだ入ってこないと思うんですけど、クロス株ね、もう一箇所予約してきたんですよ。レッドバロン日田支店の方でやってもらって、待ってる人が9人しかいないと。全国じゃないよ、多分レッドバロンの中でかな、かなんですけど、台数が少ない。あとなんか緑っぽい色が一番売れてるみたいですね。50ぐらい以上待ちがありましたね。ということで、くまモンバージョンももしかすると早く入ってくる可能性もあると言ってましたね、店長さんが株ばっかり夢中になっちゃってる。皆さん一回乗れば分かる、このタイの差さ。こいつはもう40キロでしか出せませんしんどいよ、50、60はちょうどいいな、これ。ただね、今日暑すぎる暑すぎるよ、もう33度ぐらいあるよ。ヘルメット脱ぎたいもん三速ギアの株2号ちゃん、40キロぐらいが心地いいっていう、ね、感じになってますけどなんか日陰があって涼しいとこに休みてんだけど、休みてとかまで乗ってから10分も経ってませんがガソリン入れぐらいかな今日は夜勤なんでね、近場しか乗れねえこいつ。よく車輪まで行ったよ、前この暑さあったら無理だハーレーでもやんなのも体力がなくなってきます皆さん、この道路最高じゃないですかどうですか、こういう道路通ってみるといいですよ。ハーレも最高ですけど、株に似合う道路じゃないですかインカム2が全然ないね、最近乗れない孤独ライダーを突っ走ってますけど、まあしょうがないですね、子供できたんでね。そこら辺はこうやって乗らせてもらってる時点ありがたいと思って、幸せなことだと思って乗ってますけどまあこれだけ乗れれば十分な、1回ぐらいは朝から時間気にしないで乗れると、乗れるぐらいが1回ぐらいあれば、月に1回ぐらいあれば十分だと思うそれを許してくれる奥さんを本当に日頃感謝しかありません。なんだっけ、スプロケット最初13から15にしたんだけど、13に戻してから一足の力強さが戻りました。本当に進まなかったからね、坂道の交差点なんか止まったら、まあ、上がってかねって話でねすごいね、個人のガソリンスタンドで日曜日やってんのもね、ありがたいよね。この辺行くと個人のスタンドしかねえからよ。もうバイクがいっぱい集まってる。まっすーが多いですね今日は。まっすーが
ってないで、オーバーヒットしそうだよ。お父さんに迎えに来てもらうしかなくなっちゃう。まあスピードを出すつもりで乗ってるわけじゃないんで全然気楽なんですけど。フルスロットルですかね、フルスロットル3速でフルスロットル。まあでも40キロ出てる、下がり40キロ、まあまあじゃね。おお、大事か、おかぶちゃん。うわ、川泳ぎてえな。いいね、しょしょしょ。オーバーヒートしそうじゃねこれ。あんま坂道ばっか乗ってっと。スーパーカブ110とスーパーカブ50、どっちがおすすめかってみんな気になる人は行くかもしれないと思うけど、免許持ってんなら110の方がいいと思うんですよ。で免許取ってまで110、まあ、取った方がいいと思います。俺は110を持ってるからこの50が楽しいんだって。50、あ、でもどうなのかな、いじるのに買ってもいいとは思うんだけど、どうせ乗んなら110の方がいいかもしれないですね。まあ、110乗ってる人が言ってるから参考にはならないんだけど、スクーターのは多分スクーターの 50cc のは出ます。多分だって前俺高校生の時60キロで多分普通に軽くヤマハのジョグ ZR ってやつ乗ってたんだけどね、昔出たばっかりの頃はあれを乗ってたんですけど、結論は110のがいい。まず50のいいとこかな、いいとこフルスロットル体験できます。まあ110でも体験できてる、フルスロットルすぐ体験できる、そういう感じ。いいとこじゃ、いいとこじゃねえな、それなんだな。まあ、50のが燃費って言われるからね、燃費の良さで言ったら50じゃないですか。しかもキャブ車ですからこれ、でも燃費良さそうですけど、測ってないか分かんないんですけど、燃料タンクは蓋開けない、後ろのシート開けないと見えないからね、残量が。まあ、いずれだなんか忘れちゃうとか、この間ガス欠になりそうになりましたからね。まあ、新しいだとここについてるけどね。あ、ボアアップしちゃう人は多いんだろうね。これボアアップするぐらいだったら110買うけど、なんかボアアップしちゃうとなんかいろいろやれるところが増えてきちゃうから、最初からちょっと排気量大きいやつ買った方がいいと思うんだけど、それでも免許取れないっていう人もいるからね、事情によってね。そしたら50でもいいんじゃないですか。カスタムもいろいろありますし、ゆきゆき取ればフォアアップキットも売ってるし、まあ110を買ったってことで、最初にで2台目でちょっと遊ぼうかなと思ってこいつを買ったわけで、そんな感じですね。で110は明らかに全然違う、2倍の排気量があると、こいつを乗った後に110を乗るとすげえパワーがあるような感じする。ハーレー乗った後乗っちゃうとあれだけど、あ、でも負けちゃいねえな、110負けちゃいないですよ。だから機敏に走れるっていう か、 だからハンターカブとか C125 とか最強なんじゃないですか、多分そういうの。多分ハーレーより速いですよあれ。細い道も入ってきてるし、カーブも曲がりやすいし、違いだからその分ではいいとは思うんだよね。まあ好みですね、あとはね、あとは懐の問題ですからね、懐つが所持金の問題ですからね。もう登った、40キロで登ったよ、いいね、今日調子いいね。調子いいってわけじゃない、なのでまあ自分で試乗した方がいいと思うんですよね。多分試乗しないでこの 50cc は買いましたけど、低走行距離なんですけど、まだ2000買った時は1000キロぐらいだったから、買った時1300キロだったからね、1400キロだから2400キロ、だから4万円ですから、4万円安くないですか。
バイクの値段じゃないですよ。ずっと3速で走ってるから、すげえな。この時期コンビニ休憩は暑いんだよな。こういう日陰にいたよね、これ。こういう日陰いやいやいや、いろいろ喋ってきましたけど、はい、今年中にはクロス株乗りになれるかな、わかんないけど、まあ慌ててないからちょっとゆっくり資金を貯めて、ローンは組まないで買おうとしますからね。ローンはダメです。ハーレーがローンが残ってるんでね、まだね。それでは皆さんね、暑い中バイクもちゃんと水分補給をして体調管理をしっかりやってバイクで楽しみましょう。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それではワニワニー。